さあラスト3連勝しましょう。3連勝できればもうバンバン剤ですよ。出た、初期サプレッサー付き PM。 そう、最強なんだよね、初期サプレッサー付き PM ってマジで。 Wi-Fi 出た、 Wi-Fi を Wi-Fi。 ここアサルトよ、もうやんないよあの動きは。うまい、いいね、突破力がある、すごい、素晴らしい、本当にそういうのね心強い。これ FB とか入れとくと意外と足止めできるよ、うん、強っ、めちゃくちゃ強かったですね。伊藤さんに質問です。タップ速度上げたい場合どうしたらいいですか。タップ速度上げたい場合はですね、マウスのね、持ち方変えるとか、押す指を変えるとか、中指で押してみるとか、人差し指と中指で。まあでもそこまでね、タップ速度は俺気にしなくてもいいと思うんだよね、遅くても。その確かに別ゲー感あるね、あの M4 とかと一緒みたい。超見られてる、やばいね、さすがにこれは。最近マッチ6に勝ってないから、イトちゃんの流れ回答しすぎ。俺ですか。じゃあ指さして、ピョーン。ちょっとね、さすがに無理があった。助けて、手榴弾投擲。え、死なねえし。ごめん、意外と威力低いっすね。やばい。ナイス。ちょっと一人やばいのがいる。一人やばいのがいる。全力で来てんだ。来たぞい。おお、森蔵来た。反応速度上げる練習的なんてないっすか。ないっすね。反応速度よりも、意外と大事なものが、なんか戦う準備ができてるとすごく良くて、あ、敵が来そうっていう人と、あ、どこ行こうかなっつって、索敵してる人では、なんか動いてる人では結構違うんですよ。だからその、敵が来そうをちゃんとこうメリハリつけて、本当に敵がいるところでやれれば、反応速度ってある程度遅くても、カバーできます。パラはフロート武器錯乱すぎだな。それは一番の伊藤ちゃんにどこが一番好きかって言ったら、 EFN 取り方が生かしてる。サンキュー。あ、欲しいけど今日これでやるって言ったから、これでやりましょうか。あ、いるびっくりした。ごめん、勘違いした。俺だいぶ盛大に勘違いした。台車と青部屋には見えたお。入れたら、入れたら、おちゃーっていうアカウントで入ります。おちゃー。お、ひさかさん、こんにちは。その顔文字好き、ほんとその顔文字好き。俺もね、多用してる、それ。パラを楽しく使いたくて、タップ速度上げるしかないなって。いや、パラはフロートでも大丈夫ですよ。大丈夫です。どっちゃんの金に物を言わせれば、ポーホーでボルト当てた。俺の模試当てたやつだよ、それ確か。1万5000円ぐらい突っ込ん、1万2000円か、突っ込んで当てたやつね。懐かしい。半年前くらいだった。 M ガキンで M19 とプロトとナイフル当てました。それ持ってたらもういらない。あ、でもあと FRF2 も、 FRF2 も当てなさい。あとまだ課題が残ってるわ。初見です、今更かい。こんちゃ、開始40分で331万1人いますね。そんないる、マジか、そんないる。携帯のアカウント変えてきました。おー、ほんとだ、名前変わってる。マニマニのゲーム実況になってる。そういえばさっき食いまで初めてゴールドスター見た。強かったでしょ。あっちもこっちも出てきた、ね、今ね。作戦は失
ちょっと当ててあげようか、誰か。それ多分、リンネーって人でしょ。リンネーって名前じゃなかった？外したらごめん。もしよろしければ、まんじって精一杯叫んでもらえませんか。いやー、じゃあ、いい時来た瞬間、それ、やるわ。まんじゅー！まんじゅー！ほーれ、飛べ飛べ！その森蔵、ほんとその顔文字いいよね。あ、見てた。普通に見てた。そう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 、ルナリスの人。お、からの、あー、どんまい。パラやプロと戦艦持ってるんですけど、楽しく使うためにはタップ速度上げるしかないかなって。無理なんですよ、なんかの魔法がかかってフロートで撃って近距離ごめんくる。そんなことないよ。それタップ打ちの、タップ打ちスタートで行くと反動抑えやすくなるんで、タップ打ちスタートっていうのは、これね、手元見せたかったな、出せばよかった。みんなこうやってタップ打ちするんだけど、あとフロートの時はみんな最初からこう、フロートなんだけど、これをタップ打ちしてからフロートすると反動を抑えやすくなるんですよ。豆知識やでー。この正義に最後の引き金を。めっちゃ隠れてたんか。そう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 、そういうこと。1タップで一発出すこと、ここから始まるってこと。そういうことっす。伊藤ちゃん反響ついてる、気のせい。あ、僕ね、マイクとヘッドホンの位置が近いんですよ。森戸さん絶好調ですね、憧れます、ね。プロトとは、プロトはセミスペツナーズ使えば OK。まあ、スペツナーでも十分戦えるんで、いいと思いますよ、それも。サイコパスグレー買っとけばよかった。ザーさんの声マウランド聞けるなんて、そうだよ、マジでね、俺それ目的で買ったからね。サイコパスまだこの当時見てなかったんだけど、これ出た時は。でもね、これ花沢さんだから買うかと思って買ったんですよ。目標地点の偵察を要求する。これはダメだ、仕方しよう。飛ばねえかな、飛ばねえか。それは勝てんな。伊藤さん、ベレスクのマジェスティって強いですかね。ベレスクのマジェスティはもうね、時代がだいぶ古いからな。プルタ打ち合いの時逃げれなくなるからきちい。まあその代わり落とすのはめちゃくちゃ強いよ。落とすだけで言ったら次ミナス祈りあたりのグレで爆売れする、爆売れする。いや俺アヤネルの欲しいな。ゆべさせて来て、ほら、イエベするから来て。目標地点の偵察を要求。あ、やべ。パラ次希望、いいっすよ。フロートは打ち合い、あ、フロは FR と一緒に狙いたいのあるんだったらボックスじゃね。だ、ボックスっすね。携帯も名前書いた。確かに、分かるようになってる。戦艦はなんかタップ打ちがすごいしやすいんですよ、あれって。めちゃめちゃしやすいんですよ。お茶ーがいる、完全に。FRF2 欲しいから GW ボックス引くかカプセル商品って狙うかどっちがいいですか。やっぱボックスっしょ。私も速攻サイコブレ、サイコパスグレー買ったわ。このグレー出た時嬉しすぎて、私がサイコパスになる。ロックちょっとやばいね、それね。超面白いけどね。超面白いけどね。ザーさん好きっすよ。セイさん大体好きっすよ、僕。カムジンサイコパスよ。確かに、間違いない。いや、でも全然いいよ、俺は。すごい好き、そういうサイコパスは。なお、G36 出たもよ。
仕方ない仕方ない。くぐゆ希望、あ、いいね。銀魂コラボしてほしい。なんかめちゃめちゃブレたからもううちはね、あのポイントはちょっときついな今。もうこんだけアピールしたらいいかな、帰っても。前方に敵だ。了解。この正義に。あ！誠に申し訳ないと思っております。ナイス。唐突に来たのはちょっとめっちゃ面白かったんだけど今。ナイスはやばい、さすがに。試合部初見です、こんにちは、どうも。110ドルで1週間戦艦買った時ラップ打ち知らなかったんだよな。まあフロートはやばい、戦艦で。いや今俺の方がやばいけど、今の俺の方がやばいけどね。マジごめん。ちょっと待ってね、これさ、これさ行かないのこれ。あ、行くじゃん。どこに当てたんだよじゃあ俺。どこに当てたらそうなんの。ラスボス的な声。確かに。もうここのグレわかんねえんだよな。どうやって投げんだろ。こうかな。お、いいんじゃね。全然ダメじゃねえかよ。何がいいんじゃねえだ。全然ダメじゃねえか今の。まさにサイコパスグレ。確かに。自分をね、自分で自滅していくのか。困惑。あ、これ敵じゃない。あ、びっくりした。敵だと思ったー。これが。まあいいや。どうせバレない、バレない。飛行機の羽か。これ敵、絶対センター上がりだよね。いや、ここだ。やばい、あっちが崩される。俺は見させない体を。そして今行く。 C4 ないね。え、H のとこまで行って、お、ちょっと C4、 C4、どこ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 、シフォどこ、シフォどこ、シフォどこ、シフォ今向かってる。あった。迷子の迷子の糸ちゃん。やばいんだけど、ちょっとよくやったわ。見せプレイ見させていただきました。あの武器使えるか使えないのか。あ、どの武器、どの武器、どの武器。やばいのがいる味方に。 H のとこから投げんのね。ここか、ここから投げんのか。あ、ここはさすがにねえな。ここだろ、ここか。ここに立って、この正義に、こうだ、多分こうだろ。オッケー。なんか普通に外しちゃった。うわー、負けた。 DD2 ジャンプ投げすんのこれ。お姉と夢の共演希望。いいねー。出た、ストレッチマン。
1分あるからね、戻ってくると思うんだよね。箱んとこらへん、箱んとこ、あーはいはいはい。いやでもそこ危なくね、見えちゃうよ体。こんにちは、白い服が鼻血でいい感じに赤くなりました。それまずいな、それまずいぞ。漂白剤貸そうか。そのディグレは DD に入れたいの、 DD に入れたいの、デーデーに入れたいの、デーデーに。アバグレドットコム見ててな、これ携帯でちょっとアバグレドットコム今見るわ。ちょっと待って、伊藤さんに SR 個人レッスン受けたい。僕の SR 個人レッスンはやらしいっすね。だいぶやらしいですな。ちょっと待ってね、アバグレドットコム今俺あのブックマーク入一応入ってるから、ちょっともうちょっと、ああもうちょっと待って、アバグレドットコムちょっと今ググってるから待ってて。グレ持ってエアープレーンあった、エアープレーンの、エアープレーンの DD は OK、 多分ここ、ここ、ここに立っ、ここに、ここ、ここ、ダメだ。こうでしょ。ダメだわこれ。痛い。この正義に最後の引き金。敵だ。了解。石の上に立ってなきゃね。そうなんだ。しんどい。敵発見。手榴弾強敵。しくった。お、イデリアカス負けた。あ、設置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 、ナイス。伊藤さんの SR 個人レッスンは120円ぐらいですね。ペットボトルの誰だよもう、キャラが、キャラがやべえぞ。 AP7 みたいにユーロで出てほしいな。そうだね、俺も思うわ、ユーロで出るのが一番いいよ。というよりシンパラらしいですけど、あ、シンパラリメイク本当に来るよ、来るよ、リメイクパラと課金パラが。石の上に立ってな、あ、これか、これの上に立って、で、多分ここからこんな感じで投げんだね。オッケー。次やったら行くわ。大丈夫それ。やば、いてー。この正義に。えい。ああごめん。本当に申し訳ないと私は思っております。了解です。ちょ、だって今敵いたんだもん、だってあそこに。いや、あのね、本当にわざとじゃないんだ、あのいたんだやっぱね。いたんだそこに敵が、撃たれたんさ俺。だってそれは危ないと思うじゃんね、思うでしょ、危ないって。ラストラストラスト、お疲れ様、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。
グレドットクム見てないからそうなる。グレシリーズフラグムービーあるかな。しかも毎回この子なんだよね。毎回ね、ジグレサイコパス味方殺グレ。もうクソだよ今回の試合マジで。カス野郎だよ俺。ちょっとマジであれでしたね、本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいですよね、本当に。